開放経済体制が敷かれて外国商品がどっと上陸。町にはいろいろな商品があふれ、業者はウランからの PR にこれ相勤めています。そして登場したのが電子頭脳。悩み多きご婦人方には美人への秘訣を伝授。美しくなるためには藁をもつかみたい女心、どうやらこの作戦功を奏したようです。こちらでも電子頭脳が活躍。忙しいサラリーマン諸子には室内でグリーンの気分を味わってもらおうという思考。しかし気軽にやれるとはいえ、技術の方はまだまだインスタントにマスターできません。一方ゴルフに縁の薄い向きには50円玉1個で気軽に1杯という仕掛けもあります。美しいホステスがいなくとも酒の味は一向に変わりません。このように何から何までインスタントという風潮が反映して、暮らしの中にインスタント食品をと銘打った展示会に連日家庭の主婦が押しかけ満員の盛況。そして行楽シーズン到来でメーカーは手軽にできる飲み物の量産に拍車をかけています。こうして今や世を挙げてお気軽ムード。行楽地も気軽に楽しもうという人たちでいっぱいです。箱根八里は馬でも越すが、鈴の音も自転車のベルに代わって孫さんは極めて気軽です。そこでお山へも気軽に登っていただこうというのがこの富士登山ドライブウェイ。この計画まんまと図に当たって、お砂お砂のにぎわいです。このようにインスタントインスタントとはいうものの、お山の天気ばかりはどうやらお気軽には晴れてくれなかったようです。